こんにちは、朝日鍼灸整骨院の澤です。今日はですね、誰しも避けることができない老化についてお話をします。老化っていうと皆さんのあまりいいイメージを持たれてないと思います。顔にシワができてきたりとか、あとはこう筋力がちょっと下がってきて、今までできたことがスムーズにできなくなったりとか、あとはそれが頭にくると物覚えがこう悪くなったりとか、思っていることがパッとこう出なくなったりっていう風になってしまいます。ではこの老化っていうのはもう指をくわえてこうなすがままに待っているしかないのかっていうと、実はそうではありません。体の中にある部分ですねを意識的に使うことによって老化のスピードをゆっくりにすることができます。でそれは何なのかっていうと、血管です。血管を意識することによって老化のスピードをゆっくりにすることができます。でこれはどういうことなのかっていうと、人間の血液はこう血管を通って内臓だったりとか脳だったりとか筋肉だったりにこう運ばれていきます。で血液は栄養だったりとか酸素をそれらの場所にしっかり届けて、でそれらの栄養とか酸素があるから脳だったり内臓だったり筋肉っていうのはしっかり働くことができます。ですので血管の数が減ってきたりとか血流量が減ってしまうっていうふうになると、それによって働きが悪くなってしまって、それが老化に大きく関係します。ちなみにですね、20代の頃と60、70代の頃の血管の量を比べると、20代の頃に比べて60、70代になってくると、実は血管の量が4割以上も減ってしまいます。で4割減ってしまうと、それだけでも血流量が悪くなってしまうので、働きが悪くなってしまうということにつながります。ではこの血管をいい状態に保つためにはどうすればいいのかっていうと、常に血流量をたくさんこう血管に流しておいてあげることです。でこういうふうな言い方をすると、あまりピンとこないかもしれないですけど、血流の流れを血管にこうしっかり通しておいてあげると、血管っていうのは弱くなりにくく、また血管の量が減りにくくなります。ではどうすればいいのかっていうと、心臓から、血流は全身に送られていくんですけど、第二の心臓と呼ばれているふくらはぎをしっかり使うことによって、下半身から血流をしっかり回して、そういうふうにすることによって血流を一定以上いい状態で保って、血管の老化を防止することができます。では具体的にどうすればいいのかっていうと、こう立った状態でこうかかとを上げて下ろす、上げて下ろす、たったこれだけなんですけど、これを20回から30回朝と昼と晩3回行ってください。そうすることによって全身に十分血流が巡って、そうなると血管の減少を極力防ぐことができます。で血管の減少を防ぐことができるっていうことは、体の中に十分血液を巡らせることができるので、それが老化の予防にもつながります。ですのでちょっとこう老化が気になるとか、最近体が弱ってきたなっていう方は、そういうふうにすることによって、またこう閉じていた血管が開いたりとか、なくなっていたところに血流が良くなって、そうすることでこう酸素とか栄養が運ばれて、弱っていたところが復活してきたりっていうのがあるんで、ぜひ試してみてほしいなと思います。それでは皆さん、また最終お会いしましょう。さよなら。